どうしたらいい？何がよ。あれ、オープニング言うの？なし？言います。めんどくさ。ごめんなさい。いくよ。はい。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。やべえ、少量です。はい。今日は、何すんの？何の格好してる？パジャマ。パジャマ。ね、二人でパジャマ着てどうすんの？今日は二人でパジャマ着て、うん、いつもここのベッドでどういう風に僕らが過ごしているかをお見せしまーす。はい、まあ普段ここでね、はい、まあいろいろしてるわけですけども、はい、そうね。結構ベッドの上にいる率高いよね。そうなんですよ。うん、普段僕らがここで何してるかみたいのを、今回はそれを動画にしようかなと思います。はい。あんなことしたり、うん、こんなことしたり、うん、したり、うん、まあいろいろね、うん、あるんで、はい。あ、ちょっと。あ、こういうことじゃなくて。そういうことじゃなくもないんだけど、それを再現しようと思います。あ、再現なのね。再現ですよ。あ、なるほどね。だってもうまだ明るいやん。そうよ。明るいじゃん。こんな早い時間から。はい。やっていきましょう。イエス。終了。というわけで。はい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 。あどうする？で、いつもやってることをすればいいんでしょう。うん。どうしよう。はい、なんでそんなに。してないよ。してません。こんなことしてないです。え、これとほら。してない。どういうこと？ストレッチなんこれ。ストレッチ。違うじゃんよ。あの、腹筋のなんたらワンダーコアみたいなやつ。みんなが思ってんのこっちじゃないんですよ。こう、せめてさ、うんうん、こうやってやった時にさ、チューチューとかするのが普通でしょ、避けんなよ。痛いか。辛い。辛いよ。よし、じゃあビール飲もうか。イエーイ。筋トレの意味。ビールくださーい。あ、ありがとう。いやー、冷えちょりますな。はい、まあ、うん、そうですね、うん、ビールを飲んでますね、僕らはずっと。そうね、なんかテレビ見ながらとかさ、そう YouTube 見ながらとかね。うん。へー、乾杯。乾杯。お、乾杯。うん。ああ。ああ。うまい。おいしい。うん。美味しいです。はい。さて、じゃあ、うん、何しようか。何する？いつも何してるっけ？いつも？うん。まあ、押し相撲しよう。いいよ。せーの。これさ。おい。はい。これさ、うん、この体勢だったらさ、二人とも倒れない気がする。そうね。うん。足を危ない危ない。足をさ、こうやって立ててやんない？いい、危なかったら。うん、いいよ。怖い怖い危ない。え？一瞬だった。ダメだ。これは、ダメですね、うん。あの、体幹が必要でした。いや、無理だ。もう速攻だった。おう。ひょにょ。なんかさ、腕相撲しない？どっちが強い？しょうがねえからやってやるよ。どっちが強い？どっちが強いってどういうこと？右、左。え、右。ほんと？右利きだもん。おう。見えるかな、こうやってやって。あ、向こう側で見えるかな。うん。はい。おい。お前の腕を。いいよ、いつからでも。俺、へし折ってやるぜ。俺、注意んで。え、嘘でしょ？本気？腕大丈夫？心配になっちゃうよ。心配になっちゃう。心配になっちゃうよ。てか、弱くない？弱くない？弱いよ。弱かった？弱い。嘘？俺強いよ。多分弱いと思う。おい。おい。あはははは、腕が心配。
腕が心配なのよ。え、嘘、そんなあれだったっけ、そんな、え、強いんじゃないの。いや、わかんな。十何年って腕相撲なんてしてないと思う。まあ、しないよね、うん。俺、強い自信あった。あ、ほんと？うん。クラスで3番目ぐらい。1位じゃないんかい。1位じゃない。3番目ぐらい。しかもさ、クラスがさ、7クラスぐらいあったからさ、その中、そう、7クラス中の1クラスの中の3位ぐらい。ああ。だから全然。微妙だ。終了。パジャマ可愛いね。唐突。いやでも可愛くないこの、このパジャマ。可愛いでしょ。ね。そう、さっき買ってきたの。そうそうそう。買ってきてくれたんだよね。でも久しぶりのさ、なんかおソロのパジャマじゃない？そう。おソロのパジャマがいいかなって思って。うん。なんか最近もうバラバラだもんね。むしろなんかもう暑くてパンツ一丁で寝たりするじゃん。ああ、うん。まあ、T シャツとか着るけど。思うんだけどさ、うん、本当にさ、カップルでさ、うん。同じパジャマ着てる人って少ないと思う。いや、少ないと思う。ね。うん。いないよね。なかなか。多分ね。え？着てる？着てますか？そう。買っちゃったんだよ。いやー、かわいい。かわいいでしょ。しかもなんか着やすいし、そう。肌触りも、まあまあいい感じ。ボタンにしちゃった。あ、いいんじゃん。あとは、あとは何してるの？いつも何してる？そりゃ言えませんよ。そりゃ言えません。え？そりゃ言えませんよ。え？え？本当？うん。え？何してるっていつも。それ言えません。本当なんか帰ってきてさ、ご飯食べて、うん、でお風呂入ったりとかして、うん、寝るギリギリまで最近はなんかもうゲームね。ゲームしてね。ああ、そうだね。しょうちゃんも編集してるか YouTube 見てるかみたいな感じだもん。そうだね。うん、何もしてないんじゃない？何のどうするの？どうしようか。どうしよう。取れ高心配。いいのかこれで。いいのか。腕平気。そっちか。こっちの背中。そっちか。背中がゴリゴリ。ゴリゴリされてめっちゃ痛い。あ、そうだ。俺最近ね、うん、ストレッチしたいなと思ってたの。ほう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 。ちょっとさ、手伝ってもらっていい？いいよ。前屈をさ、はい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 、するからさ、はい、後ろから押してほしい。うん。ちょ、マジで最近さ、何もやってなくてさ、うん、いい？いいよ。いくよ。うん。あ、ちょっと待ってよ。そう、全体重で押してくる感じね。はい、オッケー。腰からやるんだよね。そう。でもね、もう腰、あーあーあーおーこれ、あーやばいよ。これ、音声だけ聞くとやばいよ、これ。なんか前もさ、あの、なんだっけ、ホテル行った時だわ。そうそうそう、足のマッサージをしてくれたって。はい、お願いします。あー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 やばいって、これ声だけ聞いたらやばいって。ここがやばい、ここが。さあ、仕返しの時間がやってまいりました。え、マジ俺もやんの？そうよ。やだ、痛いもん。だからいいね。え、怖いな、怖いよ。息吐いてよ。怖いな、怖いな。怖いな、怖いな。痛いよ。痛い。どうだ、マイカ。痛い。怖いな、怖いな。ひょうにょう。あれ、忘れちゃった名前。意味が違う。暑い。はい。終わろう。終わるか。なんで前屈させられたの？自分がしたいっていうのに何もしなきゃいけなかったの？